チス誰も知らないカリドイカレタコスケです。今週はイベクエ2つ、どうやら主玉三つね重大事変、重大事変シリーズが3つ目やってきましたね。これちょっとやばそうだな。俺玉三つね苦手なんですよね。とりあえず今回はこの新州大天狗と小天狗っていうクエストですね。もしやもしやですか、金冠がってやつか。で、もらえるのは暑さ寒さを全力で表現するポーズを伝授する。ポーズ嬉しいね。てなわけでこの大天狗と小天狗をまずやっていこうという魂胆です。とは闘技場だからね、大天狗小天狗こいつらの素材なんか使うっけ。ただあれですよ、星6なので普通のビシュ天狗よりは強いはず。というわけで行ってみようか。大天狗、小天狗。いや、でも、いいね。ビシュ天狗とか、ライズ専用のモンスターって、実はあんまり、意識して戦わないと、いかないから、戦えるの嬉しいですね。さあ、行かせてもらおうか。鬼人役グレートのみ ?2 匹いるもん。あ、2匹、あ、ちっちゃ!これ最初来ましたよ、最初。ほらちっちゃ、かわいい。これ最小だね。こっちは分からんけど最大か。でもなんかまあ普通のサイズ感もあるな。まあいいでしょう。久々に。ただこいつらマジで、あの前になんかの動画で言ったけど、あのこいつらが主化したらめっちゃ強いやろっていう話をねしてましたんで、このお城くんになったこいつらがどの程度のものか見せてもらおうという魂胆よ。お前さんたちただあの状態以上の技を投げ合うけども大丈夫なん。ほら当たってるよね。大きい方のビシュ天狗は柿当たったよね。大丈夫かい。喧嘩しないで、喧嘩しないで、仲良く狩られてください。仲良く狩られて、よし、オッケー。ちょっと待て、ビシュ天狗はもしかすると最も戦ったことのないモンスターかもしれない。いや戦ったことあるけど、あの百竜夜行でよく見かけるけど、おっと、滝合戦か。おー、すごいすごいすごい、とんでもねえ、暗い滝バトルだ、滝バトルだ。お前後ろに下がんないで、よし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 、行け、暗い滝バトル、いいぞ、滝合戦していく。うん、冬だからな、やっぱクリスマスってことですかね。滝バトルだ、来ましたね、来ましたよ。だがここで交代、選手交代です。さあもうこっからもう一回滝バトルをぶつけていくぜ。滝投げはあれか、滝投げはこれは飛ぶやつか。滝投げは後ろボタンじゃない、投げられない。よし行くぞ、滝投げ食らえ。どうだ、僕の滝渋くて痛いだろ。待てこっちとらお前身長が低いんだ、あまりいじめないでもらえるか。さあ滝をぶっ飛ばし、滝をひたすら滝を投げまくる。そして一撃与えられない、くらえ。どこ行くか、何をするんですか。あ、これか、ぐるん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 。そしてここにはビシュ天狗の素材が大量にゲットできちゃうという魂胆。そうね、この鍵武器なんだよな、面白いよね。こいつらしかこの仕様ないのもったいないと思う。これ聞く、毒毒柿はこれ何、これ毒毒柿投げる、あーやっぱ毒化させるやつだ、いいですね。くらえ、そうかこいつらが百竜夜行で毒柿をバンバン投げてくれれば、あの状態以上のミッションとかもっと楽にクリアできそうですね。さあこっからはちょっと待て、やめてー、すごい、うわすごいよすごいよこの人たち。でもあいつらなんかいがみ合ってんな、明らかにお互いに攻撃してない。こいつらやっぱモンスターとして異質だね。2匹ここに立ってると全く別の存在のように見えますよ。魔王みたいですね。あらま、何にしたってそんなに悠長なことは言ってられねえ。よいしょ、さっきも言った通り星6のモンスターだからね。あ、柿もらいます。これどこで拾ってきた柿、いつの柿、
大丈夫な鍵？大丈夫だよね。変な鍵じゃないよね。変な鍵やめてね。さあ落とし物を拾っていけ。いかん、落とし物を拾っていく時間でクリアタイムが伸びてしまう。もうあれなんなん、あれお前サンラが置いたやつ、うちの猫が置いたやつ。もうここを後で片付ける飼育員の身にもなってください。柿と、なんか麻痺力と、そういったものが散らばる、そういう闘技場になっちまうぞ。おらららららおらららららいや、こいつに関してはあれだな、双剣よりも、スラッシュアクスとか、まとめてぶっぱできる武器の方が戦いやすそうだ。よし、いけ。ぶっちゃけこいつの弱点どこだっけ、尻尾だっけな。そのぐらいには戦ってないですよ。装備もめっちゃよくまひってんですよね。ちょっと待って、俺もまひっとるやんけ。わあ、せっかくのチャンスを。ちょっと待って、助けてくれ、誰か助けてください。麻痺なげえだ。結構これ特殊だな、戦い方が。モンスターの動きも特殊だし、状態異常のなり方、柿の祈祷なんかも特殊だし。おら、あ、おら、やめて、すごいよ、すごい、カオス、よっしゃ、カオス、あー危ない、待って、危ない。あー、ビシテンゴ、お前そんなにいろんな技持ってんのか、面白いね。ビシテンゴちゃん面白いね。サンブレイクで出てくるときにこいつの足とか来たら面白そうだね。でもなんか柿とかさ、もう明らかにこの辺の付近にしかなさそうだから、サンブレイクの国では違うもの投げてきそうだよね。何投げてくるんですかね。まあ過去にはね、糞を投げてくるモンスターもいました。おあ、最大サイズ記録更新きた、来ましたよ。これどっちだ、ちっちゃい方、これ大きい方か。ってことはこれ最初も来るんでは。普段なかなか戦わないモンスターだからこそ、あれですね、後回しにしてた人たちはこれラッキーかもしれません。ちなみに、まあでも星6とはいえ、まあそこまで体力高くないね。やっぱな、小型中型のモンスターだから。おらおら、どうした、どうした、どうした。でも嬉しいな、この闘技場。まあでも素材があれか、マカレンキンに使えないか。闘技場クエストはさ、最近ね、いろんな武器練習してるから、闘技場クエストは嬉しいんだけどね。ただ使えないのが寂しいところ、マカレンキンに。おら、ガードはガードしていく。だがよ、俺が持ってるのは刃物だぜ。そのガードでは腕が切られちまうぞ。いやー、ビシテンゴの弱点はわからん。適当に今ぶん投げてるわ、完全に。おら、どうした、ん、大きい方は何だったんだ。大きい方はまさかこいつら親子だとしたら、あまりにも狩りの世界というのは残酷すぎやしませんか。さあ、とどめだ。お疲れ様です。いやー、ビシテンゴと戦えるのいいね。マカツボに、いや使えたっけか、ビシテンゴは。どうだったっけな、ポイント安いけど使えたっけ。マカツボに素材入れられればね、なんでもいいんですけどね。報酬の方でなんか入ってるか、星6だからな、なんか特別な報酬が入っているかもしれません。
天狗の素材は百竜武器で使ったかな。最近上位借りすぎちゃって、で上位のね素材はほとんどマカツボに入れて20個残しにしてるんですけど、貝素材の方が足りなくなってきたよね。百竜武器とか作るときにね、あと武器の起点とかね作るときにね。まあ面白かった、面白いクエストだった。さあ、あー獣玉か、そこそこ使うの獣玉。天狗銃、天狗は武器も防具もあんまり作った記憶がないけども、まあなんかサブ素材で使うかな。あでも主に天狗素材だな。そうだね、獣玉めっちゃもらえる。獣玉集めにはいいのかもしれないな。あんまり不足した記憶ないけど。さあポージングを見ていこうか。暑さ寒さって言ってたけど、これわかるんだけど、これわかるんだけど、これ何水飲んでんのかな、これ暑さだね。面白いポーズですね。この間のこれとかと比べると、この辺りと比べるとだいぶシンプルですね。さあ残すは重大事変がありますが、あっちはちょっと時間があるときにがっつり準備して初見で挑もうと思います。それでは誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。